どうも。そして第9位が木星なので、結構ね、なんかこうバランスよくさまざまなキーワードが入っているイメージですね。ではここからは、まずいただいているウェザーリポート、新緑をテーマに紹介していきたいと思います。大阪府堺市おもちさんからいただきました。素敵なリポーター名ですね。公園の新緑といただいています。芝生の緑が鮮やかで、木陰にいると吹く風がひんやり。ちょっと無理がありませんかねこれ。ちょっと事情を説明するとですね、普段私たちリポートをですね、iPad、 いや急に下手になったな読むのって、今視聴者の皆さんはなんか急このキャスター急になんか読めなくなってるなリポートがって今思ってると思うので、私たち iPad を使っていただいたリポートを紹介するものを読んでいるんですよ。そのデータ上で、あ、今誰々さんっていう風に、いただいているんで、あ、正しかったですね。でこれがですね、 iPad を私たちはその放送で、これは今違います、構成を見るための iPad で、ウェザーリポートを紹介するための iPad っていうのを別に準備しているんですけれども、まあ、今皆さんご存知の通り3時間無人の状態でしたね。誰も iPad の充電をせずに、 iPad の充電抜いたままの状態が続いていて、iPad の充電が切れまして、で今ちょっとねリポート見れない状態なんですよ。でディレクターさんから一言ずつ教えてもらって私が読んでたんですけど、ちょっとこれ無理がありますね。ちょっと別のないですかね。これはね構成を読むための、iPad なんですけど、こっちに入ってるかな、こっちにリポート紹介の、あ、いや見れない、見られません、こっちは見られません。こっちで見られたらね、そのまま紹介したいところなんですけれども、そうなんです、リポートを読む iPad の充電が切れることにより、今いろいろできなくなってしまっているという。たどたどしくてもいいんだったら、ちょっともう一回今の方式でやってみますか。もう一回お願いしていいですか。おもちさんのリポート、はい、スムーズに、みんなバレないようにスムーズに私紹介しますね。木陰にいると何でしたっけ。ダメだダメだダメだ。木陰にいると吹く風がひんやりと肌寒い、気持ちいいですねといただきました。いや、もう皆さん入ってきましたか。おもちさん本当ごめんなさいね、本当おもちさん、ちょっとこっちの事情なんですけれども。